皆さん、おはようございます。なんか謝罪動画の始まりみたいな感じになってしまいましたけど、今回、実はですね、映画に出していただきまして、なかなか映画に出ることないんですけどもね、NSC の時に一回、なんか、タクシー運転手のエキストラ役で、出していただいた以来ぐらいじゃないですかね。今回ですね、結構メジャーな、結構というかめちゃめちゃメジャーな作品でございます。ダークサイド金融ドラマの金字塔、何は金融道というね、皆さんご存知の方もいらっしゃると思いますけども、何は金融道の映画に、出していただきまして、どういうことやねんっていう話ですけども、実はですね、ロケ地にうちの僕のたこ焼き屋やってます、たこ焼き、大阪ミナムのたこ焼き屋よりや文左衛門ですね、ロケ地に使わせていただきたいということでお話をいただきまして、そしてまあそこでも映るということで、ぜひ出していただけるんやったら出していただきたいなということで、まあちょっと朝ね、昼前やったかな、エキストラの方と集まって、で、まあ小一時間、撮影したんですけども、結構あれがね、6月か7月やったかな、結構半年以上前の話なんですよね。で、11月25日公開ということで、ウキウキで、昨日11月25日ですね、公開ということで、ナンバーパークスの、大阪ではナンバーパークスと梅田ブルックセブンですね、で公開ということで、他も、新宿とかでもやってるみたいですけども、ぜひ皆さん、調べていただきたいんですけども、ナンバーパークス、行ってきまして、ナンバーパークスのパークスシネマ、映りますかね、カメラさん、カメラさん、じゃあ、スイッチャー、おい、おい、出せ、映像。出えへんの、映像。ナンバーパークスの映像出えへんのか。殺すぞ、お前、こら、お前。しばくぞ、こら、お前。すいませんね。失礼しました。あ、出ましたね。はい。どっかの番組みたいですけども。いやいや、そんなことないですけども。はい。このナンバーパークスのね、綺麗ですね。パークスはイルミネーションがすごく綺麗で、もう11月25日言ったら、クリスマスバージョンになっておりまして、非常に綺麗な、ナンバーパークスなんですけども、ナンバーパークスの7階、8階ですね、7階、8階、パークスシネマね、ここに、今日行ってまいりまして、もうウッキウキでね、どんな感じで出るんやろなと思って、オープニング楽しみにしておりましたけども、いきなりオープニングで出ましたね、オープニングで、通天閣がまず出てね、大阪舞台の話ですか。ほんで、何は金融道、このタイトルバーンと出て、で、借金大王、ウルフルズさんの借金大王は、主題歌なんですね。俺の金返せよーで、バーンと出て、2秒ほど出ましたかね。ちょっと駒送りしないと、どういう、誰が出てるかわからんような感じの、ちょっと早送りみたいな感じの、ビビビビって、こういう感じですね。こういう感じで俺の金返せよここでバーンって出てこういう感じで出していただけたんですけども、いやまあこれだけでも十分でございますけどもね、まあロケの時にねこれちょっとたこ焼きがねここ出るんですけど、まあちょっと裏話みたいな感じになるんですかね、たこ焼きかけてたんですよねまあ、どういうシーンになるのかよくわからなかったんで、たこ焼き焼いてるシーン撮らせてくれということで、もうほんまに、ジューってうまそうななんか、音が聞きたいじゃないですか。だからもう、鉄板を全部強火にしてね、ジューって音鳴るように、もうガンガンに、もうフル火力で焼いたら、鉄板に焦げついてしまい、鉄板にくっついてしまいましたね、たこ焼きが。なかなかひっくり返らない状態になってしまいまして。いつもやったらそんなミスしないんですけどもね。ちょっと調子に乗りすぎてしまいまして。で、たこ焼き待ちになってしまったんですね。ちょっとたこ焼き、焦げてしまいそうなんで、ちょっと回しますみたいな。あ、もう大丈夫です。お金は、全部こっちで買いますし、エキストラの皆さんで食べていただきますので、ちゃんと美味しそうなたこ焼きを焼いていただいた方がお店のね、ためにもいいかなと思いまして、みたいな感じで、俺待ちやもん。俺待ちやからもう急いで、ね、もう多少ちょっとやっぱりね、焦げ気味でもしゃあないかなっていうことで、ちょっとどんな感じの映像になってるかなと思って、心配して見に行ったんですけども、まあ、感じだったら大丈夫です。はい、なんとかごまかせてました。はい。でですね、エキストラの方々と、乾杯みたいな感じでやってる、シーンが、オープニング、借金大王流れてる時にオープニングで流れてるんですけども、その話持ってきていただいたのがね、マロさんっていう方でね、
マロさん言ったらもう、マロさんはマロさんなんですけど、どう説明したらいいやろ。結城哲也師匠の、チャンバラトリオの結城哲也師匠のお弟子さんっていうことなんですかね。近所でお店やりながら舞台やったり、バンドやったり、ね、バンド言ってもあれですよ、こっちですよ。はい。ですから、マロバンドっていうバンドやってらっしゃるんですかね。で、だから、結構ね、要所要所に帝国金融っていう金貸し屋が舞台なんですけど、その帝国金融の会社になぜかマロバンドのポスターバーンって貼ってあったり、うわ、マロさん貼ってあるわ、って。なんかちょっと不自然なんですよ。金融屋にそのポスター貼ってあるかみたいな感じのところに貼ってあるから結構目立つんですよね。マロバンドのポスターが貼ってありまして、あ、すごいなと思いましたけども。細かいところ見てたら面白いんですよね。住所のプレートのところに、極道町、ヤクザ、893、ヤクザとか書いてあって、ね、なかなか面白かったりするんですけども、細かいところをね、見ても面白いんじゃないかと思いますけども、で、ロケ地もですね、結構ナンバー、大阪の南住んでる方やったら、あ、ここナンバーや、あ、ここ道頓堀のあそこや、とか結構わかる感じでね、結構近場で撮ってはる感じだったので、楽しかったですけども、そういう、楽しみ方もあるんじゃないかなということで、最後ね、スタッフロールでね、僕の名前も出していただいたんですけども、芸人、たこ焼き、よりや、文在本、太平ガロって書いていただいてたんですけど、最後の、スタッフロールのクレジットのところにね、太平ガロのローが、マロさんのローになってましてね、そこ、ね、ちょっと混じってましたけどね、よう間違えられるんですよ、太平ガロの字がね、別の某番組でも太平ガロウーになってて、まあ、あんまり、これはしゃあない、ややこしい名前だった僕は悪いんですけどもね。でですね、この、何は金融道ですね。肝心のストーリーを、ちょっと軽く説明させていただきたいんですけども、あんまりね、その映像とか使ってバンバンやっちゃうと、ファスト映画みたいになっちゃいますからね。ファスト映画、あれ、なんか、最近裁判で、損害賠償5億とか言ってましたね。損害賠償5億ってそれ、YouTube で5億なんか無理やろとか思いますけどね。まあ、ネタバレはしないように、解説するだけやったら、まあ、全然問題ないんですけども、まあ、ネタバレはいかんし、まあ、ファスト映画というのは、今非常に問題になってますね。映画泥棒じゃなくて、この、なんやろ、2時間ぐらいの映画を5分ぐらいに、映像をふんだんに使って紹介するみたいな感じの、ファスト映画ね。あれ、テレビでね、ファスト映画やってるやつがなんか、喋ってたんですけど、2時間ぐらい喋ったらしいですけど、20秒ぐらいしか流れへんかったって、ツイッターで思いっきり、文句言ってはったんですけど、お前映画カットしてるやんけって、お前が言うな、みたいな話で、なかなか面白かったですけど。でですね、ストーリーなんですけども、まあ、こちらの方ですね、高杉真宙さん、この方が主役でございまして、高杉真宙さんがハイタインという役なんですけども、この入ってくるわけですね。この帝国金融という金貸し、闇金の、闇金かな、なんて言うんでしょうね、貸金業者、いわゆるその町金ですね、その金融会社に入ってくる、新人として入ってきはるわけなんですけども、そこへですね、この、加藤正也さん、先輩の、桑田役やったかな、が教育していくっていう役なんですね。で、まあ、この人の仕事っていうのは、借金が返す、新規開拓もそうなんですけども、借金が返されへんようになって、首が回らんようになった人の、まあ、取り立てですね。まあ、きっちり肩にはめて、追い込みをするという、まあ、そういう話なんですけども。で、社長さんが、駿河光太郎師匠。違う。ね、よう似てありますけども、宇崎竜道さんですね。一回うちの師匠がね、相生橋のとこで、光太郎さんって、光太郎さん見たから、光太郎さんって、後ろから声かけてたら、宇崎竜道さんやったっていう、ネタやろみたいな話ありますけども。まあ、この帝国金融にいろんな方いらっしゃいます。赤井秀和さん、シャーヤン師匠と仲いい方ですね。そして、この方、すごい、桜真由美さんっていうんですか、すごい、関西弁がすごく面白い、やりとりがすごい面白い、方でしたけども。借りる方の方がですね、高々建設の、高橋社長と、娘さん役にですね、この沙織さんという方ですかね、ちょっと顔は出てないですけど、一話完結なんでね、
まあ今回だけなんでしょうけども、すごくね、最初区役所で、役所で働く方やったんですけども、すごく追い込まれていくうちに、すごく、なんか雰囲気が変わっていくというか、やっぱり俳優さんってすごいなと思いましたね。全然違う人みたいに、見えてきましたけども。そしてですね、最後、どうなるか、まあ、ネタバレはせ、最後ええ話でした。ネタバレするとまずいんであんまり言いませんでしたけども、すごくいい話でした。あのね、その、連帯保証人をね、ソープ沈めるとか、そんな無茶なことはしません。話やなっていう感じで、でしたけども、これ 3週にわたって1本ずつ公開するという形なんですね。1発目がこの、灰谷、帝国金融の門を叩く。で、2発目がですね、銭と涙と権利と女。そして3発目が、大蛇氏マネーウォーズ、ということなんで、11月25日、12月2日、12月9日、金曜日に公開ということで、1週間ごとに変わっていくという感じなんですけども、3週とも多分オープニングウェアから変わることないと思いますけども、大阪が舞台ですよっていう話なんで、ですから、通天閣が出て、うちのたこ焼き屋が2、3秒出るということで、それをですね、3週見ていただきたいなと思いました。何は金融道に出たという話ですけども、実は、うちのたこ焼き屋以前、この何は飯暮らしという、コミックですね、こちらの漫画にも出していただいたことがございまして、何は、飯暮らし、何は金融道ということでね、こういうふうに太平ガロ、ガロちゃんということで出していただいてますけども、何はのたこ焼きといえば、大阪南のよりや文左衛門というふうに、なっていけるように頑張っていきたいなと、思っておりますので、これからもよろしくお願いします。太平ガロともとも、俺の店、たこ焼きよりや文左衛門、俺の店とかに偉そうに言うあれでもないです、俺の店言うことはないな、俺様の店、いやあんたの何言うてる場合じゃないですからね、何は飯暮らし、何は金融道、こちらもう純粋にね、僕が出てなくてもすごい久しぶりに映画見ましたけども、はい、映画って本当にいいもんだなと思いました。誰かみたいになってますけどね、はい、そんなわけで皆さん、今日は、11月26日にこれアップロードしてると思いますんで、ぜひ皆さん見ていただきたいなと思っております、はい。私は大丈夫。